どうも、エルザです。それでは、デッドバイデイライトやっていきますか。今回も、キラーですね。マップも一緒だったね。前回とね。さ、早速、ヒューっとね。いたね。あ、奥行ったか。そっち側の方か。足跡、いたけど、奥行くか。見たね。見ちゃったね。さあ、仮の興奮の栄章つけてるんで、何かと。あ、多分ぐるぐる。あら、意外と。まあ、壊すか。さあ、とりあえず一発与えて。まあ、いないとなるとロッカーかなと思ったんだけど、やっぱいないか。逃げたね。さあ、ここにも赤。どうかな？触りに来るかな？また。お、治った。いやーにしてもここはやっぱ見づらいね。いやー早くバベチリが欲しい。ここではない。ちょっと捨てるか。発電機はいくつか。さて。いるね。いやー意外と見えないなー。苦手だねー、ここは。多分近くにはいるんだろうけど、視界的に厳しいんだろうなー。さて、そろそろ一人釣りたいよ。そろそろ釣りたいが、まあいるよね。やっぱいたね。はい。あ、やっと一人目。動くね。釣って、んで、蹴っておいて、さあ、近場が治る。トーテム固まってんな。直してはいるんだよね、ちょこちょこ触ってね。そのぐらいのタイミングでいくか。んで、逃げた。これはどっちだ？あー、クローデットさん。ちょっと足跡が残ってたね。いやー、もう一人探したいんだけどな。もう一人どこ行ったんだろう、助けに来たのは。結構仲間意識高そうだね。あ、3つぐらい壊し直してるか。まあ2つ直してるからね。お、ドワイトさん、やばいな、あと2つか。いない。お、助け行く。いやー、どうしよっかな。
どっちだろう、助け行った本人か、クローデットか。ああ、クローデットさん。だったけど、やっぱ、そうやってカバー入るよね。それだと、それはそれでありがたい。んじゃ。クローデットさん、釣るか。一人減らしとかないといろいろ辛いな。か、全命かなんか欲しいな。そろそろ、パークね。ごめんね。もうそれは、釣らせてもらう。足が速いからね、助けたとしてもね。そこ、直したいね。なんかそっちか。なんか見えたな。いた。さて、あー、やっぱいけない。まあ、いいか。奥行ったしね。さあ、発電機が一気に直った。ハッチ見っけーで倒して、はい。いやー、こっから3人か。ハッチちょっと近いけど、どうぞ。さあ、それ霊障なんだよね。残念ながら。さあ、どうする？この状態だと逆に助けには来づらいか。意外と来てないね。ゲートも開ける様子なし。ちょっとこれ壊すか。どう？サバイバーさん、来る？来ない？多分連勝が切れるまで待つだろうね、距離的にはね。いや、意外と来ないか。ハッチも近いからね。さあ、ドワイトさんが、ってことは連携が取れてるなら、もう一人は来てない。来てないか。なかなか連携取れてないんだね。さあ、ドワイトさんを、人たち浴びせたいが、まあ、渇望発動。はい、で、ドワイトさんが奥に逃げるんで、先回りして、さあ、どうなる？あー、それ登っちゃう。やっぱ届かないね、ギリね。で、抜けれるんで。で、空いてたのは、あっちか。遠かったね。じゃあ、ここ取って、板蹴って、まあ、吊るすか。ちょっと、多分向こうがいてるから、こっち吊るした方が賢明かな。
まあ、最後の一人が仲間意識が高いかどうかやな。どこいるかな。ということは近くいるね。角に隠れてるか。さあで多分もう出たいはず。フェンミンはスーッとね、スススススーッと行って、やっぱ来たね。はい、スーッと。で、あら、ドワイトちゃん来ないの？まあ、釣ってる間に抜けられる分やね。もう仕方ないから。んで、いそうな場所は、多分、あの岩の裏あたりとかいそうな気がするんだけど、来ないならね。いやもうこれ時間もね十分あるし、来ないか。意外と来ないね。ちょっと引いてステイン切りながら動いて、はい、そう全釣りいけたね。いやなかなか難しいんだけどね。なんとか捕まえることできたね。いやー、フェンミンちゃんが、悔しいだろうね。最後の最後まで来て、助けに来たなって感じだっただろうなー。まあ、結構まれだね。ハッチがなくてよかね。ハッチの落とした。あー、ハッチもちょっと危なかったね。はい。ということで、今回ここまでとなります。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。